野球練習にはお気をつけください。落としてくる、一、二塁間回っていきました。さあここで藤原は三塁へ。ここは連打、平沢がつなぎました。上がるという部分、平沢もパンチ力はあります。低めすくい上げるようなバッティング。センター向こう向き、牧原追いかけて伸びて、あ、取れません。平沢2塁へ向かいます。ツーベース、結構伸びました、フェンスまで。牧原もある程度追いついたんですが、まあしかし、ね、はい、この打球はショート右に出ました。もう続くヒットはなってきます。センター前ヒットです。平沢タイガー、ワンアウトからヒットで出塁をします。しっかりと振っていきました平沢です。バッティングの方で機能について結果をまずは見せてきます。ですからそのユーティリティさと、そしてこのバッティングのいい感触が続けば、これ開幕一軍も見えてきますよね。可能性ありますよね。打ち返した、平沢また打ちました、センター前ヒット。バットでアピールが続きます。平沢大河、3年ぶりの開幕一軍も見えてきています。増田達志の高めの速球、オープン戦ここまで18-6、3割3分3厘、1、2塁間突破。また平沢大河が打ちました。これは3年ぶりの開幕一軍どころか開幕スタメンも見えてくるような活躍。触れてますね。いや、触れてますね。少しこうバットを最初から寝かして置いておいて、はい、まあ、無駄な動きを入れずにしっかりボールに